こんにちは、じゅんです。ゆっこです、はい。はい。今回はですね、飯塚知恵プロによるレッスン動画になっております。はい。お願いします。お願いします。内容は、はい、ミスショットをしないクラブの下ろし方です。ほう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 。まあ、ミスショットをして大叩きしてしまったりとか、まあ、ミスショットをなくしたいという方はすごい多いと思うんですけど、はい、原因は、今回教えてもらうのはクラブ下ろし方、なるほどですね。なんかこう突然来るよね。突然出てくるミス、急になんか、うん、えんじゃん、そう、二度見せたくなるのボール出ますよね。出る、はい、しかもさ、ミスが出るとさ、うん、何回も何回も、うん、どうしていいか分かんなくなっちゃって、うんうん、あれやこれややるんだけど全然治んないみたいな。はい、わかるありますね。あるよね。あるよ。あっという間に100叩きみたいなね、うん、はい、なんでかなっていうのは、うん、今回の動画ですごくチエ先生にしっかりと解説していただいております。はい、はい、見たい、早く見よう。見たいですよね、はい、早く行こうチエ、はい、先生のレッスン動画に行きたいと思います。行きましょう。はい、決まった今回のレッスン動画は、なぜ変なボールが出るのか、ミスショットしないダウンスイング、手の下ろし方をやっていきたいと思います。はい、今回のですね、これは知らないととっても危険なんですよね。なぜかというと、とっても曲がる球とか急激に変な球が出るっていうことは、クラブフェースとボールの間に何が起きてるかというと、フェースの回転がめちゃめちゃ大きいっていうことが起きてるんですね。なのでインパクトゾーンでフェースがまっすぐなる時間が短く、開閉がとっても多いので急激に曲がるよということが起きているので、今回はインパクトゾーンでフェースがまっすぐなる時間をどうやったら多く長くしていけるかっていうのを2つのやり方でお伝えしていきたいと思います。これなぜ2つやり方になるかというとですね、テイクバック、切り返しでフェースが開いてる方のダウンの仕方と、切り返しでスクエアな状態からダウンする方、やり方が変わってきてしまうので、2つのパターンでお伝えしていきたいと思います。まずテイクバックでフェース、切り返し直前で開いてる方ですね、フェースが開いてる方に関してはどうやって下ろしてきたらインパクトゾーンでフェースがまっすぐなる時間が長いかというと、はい、フェース開いてますよね。ここから突っ込みやフェースの返しを行ってしまうと、インパクトゾーンが短く、フェースがまっすぐなる時間が短くなっちゃうので、ダウンスイングから左手の猫ちゃん入れていきます。ダウンスイングから左手の猫ちゃん入れることによって早めにフェースを閉じるので、インパクトゾーンではフェースがまっすぐなる時間が長いんですよね。なのでどうしてもフェースが開いてしまって上がってる方は、ダウンスイングで左手の猫ちゃん、右打ちの方でいうと左手の猫ちゃんを入れてあげて、フェースをスクエアに戻す、そこから下ろしていく。そうするとインパクト時フェースがまっすぐなる時間が長いのでおすすめになってます、はい。そしてもう2つ目のパターンは、フェースがスクエアな状態、テイクバック切り返しでフェースがスクエアな状態ですね。スクエアな状態で切り返しを迎えられている方は、もう手を下ろしてしまうとさらにフェースがかぶって左に行っちゃうので、スクエアの方はもうボディーターンのみのアタックで OK です。フェースがスクエアな状態を作られているので、ボディーターンのみのダウンスイングで OK です。はい、ということでですね、このフェースの向きによってダウンスイング下ろし方がちょっと変わってきてしまいますよ。そうすることによってインパクトゾーンでのフェース、まっすぐの時間を多く作ってあげて、多少のリズムが、ずれてもそんなに大きく曲がらないよっていう球が打てるので、コースでは有利になってきます。ぜひ皆さん参考にして、自分がフェースどっち向いてるのかで取り入れてみてください。はい、ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回のミスショットをしないクラブの下ろし方、はい、いかがでしたでしょうか。やってんな。やってますね。やってますね、はい、やってます、やってます。ミスするやつやってますよね、はい、やってます。
はい、これね本当にね確認しないとなっちゃってるんですよね、はい、やっぱ皆さんね、私もそうですけど、はい、なんかこう気づかずやっちゃってる、やっちゃってる、はい、ということなんで皆さんもね、まあ、セルフチェックして、はい、まあ、今回先生が教えてくださったレッスン、まあ、練習方法かな、はい、ぜひやってみてください。はい、やります。はい、お願いします。はい、はい、最後にですね、リンゴルの LINE アットが開設しました。まだね、友達追加してないよって方は概要欄から、はい、概要欄に URL 貼ってありますので、はい、そこから友達追加をお願いします。ピッて、はい、ピッてね。あとですね、はい、リンゴルのチャンネル登録と高評価、コメントもお願いします。お願いします。はい、次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。